ご覧ください。すでに勝ちは見えておる。時が惜しい。急ぎ本狂わに向かうぞ、正幸。はっ、なれど、登場の警戒も厳重。兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう注意して進みましょう。そろそろ交代の時間だな。城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。あの者を覗かねば進めません。迅速に撃ち、道を開きましょう。くせ者、まさか武田の。救い城は海への進路の途上にあります。ここから兵を出されては危うい。背後を突かれることになりかねないものな。故に備えを見定めておかねばならぬ。はい、さらに可能であれば痛手を与え、敵の出陣を牽制しておきたいところです。敵に蹴取られずに済んだか。うまくいった。騒がしい。何事だ。配置替えの時間だな。開門。見回りが動いたが、あちらからは進めるな。少しでもこの城の戦力を減らしておきたい。ここの敵を倒せばホンクルワに抜けられるはずですね。ならば強行突破だな。一気に蹴散らすぞ、マサユキ。手本となれたかな。この程度でよかる。なんだ。
敵か。戦果もなく引き上げ、さらに追撃を受けるなど無念だな。それも親方様のお考えのうちだ。そうなのか。この戦の意味とは一体。騒がしい。何事だ。敵に蹴取られてはおしまいだ。見回りに注意せねば。どうにも想像し、見回りを増やすべきではないのか。さらに新手か。これ以上進むのは難しいか。配置替えの時間だな。正幸、私が北条の兵を引きつける。お前は山道から回ってボンクルワを目指してくれ。おい、こちらにクセモノがいるぞ。援軍を頼む。開門。勝頼様、おとりなら私が。行ってしまわれた。無茶だ。武田が来たのか。急ぎ手助けするぞ。このまま引きつければ山道が開く。正幸、頼んだぞ。こういうの紛れ込んだ。しつけの時間だよ。確かこちらの方から。奴を倒さねば引かせたらくれぬだろう。駆け抜ける。あ、そう。行くぞ。勝利条件変更。武田の誇り。敗北条件変更。開門。守り抜く。混沌を引き込んでいる。駆け抜ける。少しは手本となれたかな。風林火山、騒乱あれ。撃ち取った。戦果は上々です。急ぎ戻りましょう。されど勝頼様、二度とこんな無茶を。逆の立場であればお前もためらうまい。同じことだ。それは無論のこと。ありがとうございます、勝頼様。Thank you.
すでに勝ちは見えておる。お仕事お仕事。徳川の援軍を城に近づけてはならん。ここは策を用いるぞ。おい、ふむふむ、あそこの武将を捕まえて。学芸承知です。忍びの手並みご覧あれ。あの鳥でなんか見ながらな感じ。我らは不利である。当初の目論み通り、長篠城に狙いを絞るのが上策である。刀の誇り、侵略すること火のごとし、守り抜く。駆け抜く。敵将討ち取った。少しは手本となれたかな。武田軍、早く徳川の援軍を引き込まねば。すること火のごとし。奥川のご家来に伝令、織田本隊到着まで決して動かぬよう。長篠の皆さん、それで大丈夫なんですか。うまく騙されてくれたか。人の良いことだ。なぜ援軍は動かぬのか。かくなる上は撃って出るしか。開門。好機、私に続き長篠城を落とすのだ。やはり勝頼様は気負いすぎておられる。この判断が誤りとは思わない。戦場では鬼神のようですな、勝頼様。行くぞ。刀の誇り、守り抜く。戦場では鬼神のようですな、勝頼様。敵将討ち取った。長篠城危ないんじゃ。でかいけど軍令は守らないと。風林火山、ご覧あれ。侵略すること火のごとし。
くすること火のごとし。ナオトラ、何をしている。徳川の援軍が我らの背後に。急ぎ撃破し、勝頼様をお守りせよ。またしても敵の忍びか。これは大元を叩くべきだ。戦場では鬼神のようですが、勝頼様。長篠城のみ。正幸、何を勝手な。長篠が落ちれば徳川も引かざるを得ません。順序お間違いあるな、勝頼様。これでよくぞ還元した、正幸。みんな長篠城へ向かうぞ。敵将撃ち取った。少しは手本となれたかな。これは偽物。先ほどの鳥居スネーモンもまた偽物だ。こちらで全軍の指揮を。囲まれた。敵に援軍が来たんじゃ。もうひるむな。囲みなど打ち破ればよい。突撃せよ。まさかの突撃なら、いたずらに被害を増やすだけ。今は活用ですが、やはりどうかしている。行くぞ。敵将撃ち取った。武田の誇り、守り抜く。救援来る。私はこの程度の男なのか。戦力を見やがった。Ha ha ha!
ここまでだ。風林火山、ご覧あれ。死角に回り込まれたか。力量を測り損ねるとは。素晴らしいお働きですな。戦救援行う。私はこの程度の男なのか。始末覚悟。戦では鬼神のようですが、活用する。少しは手本となれたらな。敵将討ち取った。守り抜く。私はこの程度の男なのか。敵将討ち取った。風林火山、火撃所を撃ち取った。よし、長篠城を落とすぞ。開門。駆け抜ける。長篠城は陥落寸前、戦意は下がるばかり。いいだろ、ここは引くべきかと。皆さん撤退してください。私は敵の大将を撃ってきます。開門。駆け抜ける。駆け抜ける。行くぞ。武田の誇り、守り抜く。それほどまでに鉄砲を備えているのか。織田からの物資ということか。お手合わせ願おう。敵将討ち取った。もう遅いわ。すでに貴様らは織田のアギトの中へ。
など自慢にならん。仲間を助けられないなんて、皆さん、ごめんなさい。申し上げます。織田の大軍が間近に迫っております。間に合わなかったか。勝頼様、一時体勢を立て直しましょう。道は見えておる。悪魔隊が寝返った。この機を逃すな。徳川の砦を潰し、信長を撃退するぞ。真田の三男殿、背後をお頼み申すぞ。ここで止める。徳川の忍びか。狙いは佐久間隊ではなく私か。私一人を足止めしたところで、武田の本隊はすでに。まさか。生きて返すな。駆け抜け。勝頼様を行くぞ。お守りに。これマサトよ、勝利条件変更。守り抜く。信長様、手はず通りにございます。手分かられたか。やはりおびき寄せられたか。信長、周到に罠を張っていたな。一刻も早く勝頼様のもとへ向かわねば。敵将討ち取った。これで厳重に固めている。時はかけられ、南砦を突破する。おのれ、織田は風林火山正胤。
発よるぞ。南西方面は手薄ゆえお引きあれ。マサテル、勝頼様のこと頼んだ。皆の者、勝頼様をお守りする戦だ。織田の重工をへし折ってくれよ。侵略すること火のごとし。死の中に閉じ込められた。それだ、勝頼様がおられる限り。開門。まだまだ、鉛玉すべて信綱が食らってくれる。これは戦ではない。一刻も早い幕引きを。受けたまわった。忠勝にお任せあれ。開門。勝利条件変更。そこで本間忠勝か。策はなくても止めねばならぬ。勝頼様、兄上。正行、私は行くぞ。お武家なのか。良い煽り方をする。チョコザイナー、守り抜く。信綱謎に遅れを取るな。赤備えの恐ろしさ刻みつけてくれる。なぜ向かってくる。死ぬのは分かっているのに、なぜ。三旗立てなし。勝頼様、今です。お引きくだされ。風林火山、すまぬ。皆すまぬ。駆け抜ける。さて、正幸よ、兄と共に室入る覚悟はあるか。敵陣を少しでも脅かし、勝頼様を無事に退却させてみせます。追撃です。逃がしてはなりません。我が身滅びようと赤備えは不滅なり。信玄公、両手に土産を持って参ります。行くぞ。武田の誇り。地味の鬼身の殺せるか。守り抜く。貴様ら、ついて参れ。なのと、まともに戦っていられるか。花山殿、これでは背後を抑えきれぬ。これで味方立てなし。風林火山、おらんない。
敵将を討ち取った。剣という強さよ。これだけの鉄砲を揃えると信長は戦のあり方さえ変えてしまう。兄上はそれに気づいたゆえにあえてその身を投げ出し家を守った。少しでも脅威を除き勝頼様を逃がすため。しかしそれさえ信長の狙い通りでは。そうであっても犬死にではない。我らは生きてその証を立てるのだ。正幸、敵将討ち取った。弟子となる。勝頼様を、真田を頼む。そんな兄上。